はい、どうも、おめチャンネルです。今日はですね、先日9月1日にプレスリリースがございました IHG のホテルインディゴ東京渋谷のですね、開業プレスリリースについてお話ししていきたいなというふうに思います。国内ですね、4箇所目のホテルインディゴブランドということでですね、私もね、結構気に入っておりまして、それがね、東京の渋谷に出てくるという感じでございますので、非常にね、どんな感じのコンセプトになるのか非常にね、楽しみでございます。はい、内容としましてはね、こちら出しておきますけれども、 個性と色が混在し変化するジャングルシティをメインテーマに時代とともに進化し続ける渋谷のネイバーフットストーリーを世界に発信という感じでですね、まあ、商業施設だったりとかと、ね、複合施設でホテルが、ね、出てくるという感じなんですよ。まあ、こちらに関してね、今出てる情報だけで ま、どんな感じになるのかっていうのをね、ちょっと皆さんと共有していこうかなっていうことで動画を撮らせていただいております。まあ、今回ね、初めて私の動画をご覧になる方いらっしゃると思いますけど、私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。ぜひね、情報の見逃しがないように、チャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回のね、動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで早速内容ね、入っていきたいと思います。行ってみましょう。 はい。こちらがですね、IHGNA のホームページでございます。まあ、このようにね、2023年9月開業予定ということでね、出ております。まあ、2023年の開業予定でね、大阪の方にも母校、こちらもね、日本国内に初進出のブランドがありますけれども、まあ、今回はね、こちらのホテルインディゴ東京渋谷さんについてお話ししていきたいなというふうに思います。 で、ホームページ変わりましてですね、IHG でもですね、IHGANA のホームページでもなく、こちらのね、株式会社パンパシフィックインターナショナルホールディングスのホームページの方にやってまいりまして、まあ、簡潔に言ってしまうとですね、IHG ホテルがこちらのパンパシフィックインターナショナルと、まあ、業務提携を結ぶというね、形となっておりまして、パンパシフィックインターナショナルホールディングスの方からプレスリリースが出ているという状況です。内容についてですね、2023年9月開業予定、パンパシフィックインターナショナルホールディングス、 渋谷区道玄坂2丁目開発計画、説明書を道玄坂通りに決定と、IHG ホテルンドリゾーツ、ホテルインディゴ東京渋谷が開業、道玄坂に道を開く、上手な日常と刺激的な日日常を交差するということでございます。まあ、こちらはね、パンパシフィックインターナショナルホールディングスなんですけども、まあ、言ってしまえばね、あの、ドンキーツさんです。はい。ドンキホーテさんとか、 ドンキホーテさんがユニーさんだったりとか長崎屋さんをね、過去買収しておりましても、そこら辺がね、グループになっている企業様でございます。本社がね、目黒区にありますっていう状況ですね。はい。まあ、ここら辺はね、あの、リンク貼っておきますので、よかったら見ていただければなというふうに思います。まあ、こんな感じでね、増減坂通りということで、まあ、結構ね、高さがありますよね。 はい。で、ニュースリリースの中にはね、現在、渋谷エリアでは100年に一度と言われている再開発が進んでいます。利便性と安全性が増す一方で、渋谷特有の雑然とした魅力が失われてしまうのではないかという懸念も上がっています。当施設がある道玄坂2丁目周辺は、渋谷百軒棚に代表されるような複雑で入り組んだ路地裏の魅力が色濃く残っており、個性的で魅力的な店が多く存在しています。そんな特有の文化ともいえる魅力を伝えるべく、当施設は文化村通り、 道玄坂工事の2つの通りに面して複数の出入り口を設け施設内を通り抜けられる道を開きました施設によって街が遮断されるのではなく施設内を通り抜け角を曲がり坂や階段を上るたびに意外なお店を発見する楽しみ方を提供するとともに道玄坂エリアに新たな海遊空間を作りますということですねまあ確かにね面白いんですよこれ大きい建物が入るとねそこをやっぱり抜けづらかったりするんですけどむしろね抜けていってほしいと いう形ですね。なので、商業施設の中に入るね、お店の方も、やっぱり、本当に工事というかですね、その路地裏に入っていただいて、お店があると同じような感覚でですね、通行人がふらっとね、お店に入ってくれる可能性もあるわけですし、ビルの中にね、そういったあの工事を作ってしまうというのは、面白いアイデアだなというふうに思いましたね。 施設構成としました、道玄坂通りは高さ115メートル、延べ床面積41,877平方メートルのショップ、オフィス、ホテルの3つの要素で構成される大型複合施設です。ブラブラ歩きを楽しむ2層のショッピングエリア、最先端設備を有するオフィス、街のカルチャーを色濃く映し出すライフスタイルブティックホテル、ホテルインディゴからなるこの施設は、渋谷に住む渋谷で働く渋谷を訪れる、そして渋谷に泊まる、あらゆるお客様が集い、交差する渋谷の新名所となります。 うん、コンセプトとしてはめちゃめちゃ面白いですね。はい。まあ、こんな感じでね、ショップについてということでね、えー、ありますけれども、まあ、ここら辺はね、結構細かく書いてありますけれども、まあ、ホテルインディゴね、まあ、どういう感じでいきますかね、ホテルインディゴのブランドのコンセプトとしましては、その立地のね、あの半径何メートル、何キロメートルのね、範囲で、まあ、食材を使ったりとかですね、そのカルチャーを取り入れて、まあ、コンセプトを取り入れて、まあ、ホテルを運営するっていうものになってるんですけど、 渋谷だと、やっぱり、新たなアパレルの発信地だったり、情報の発信とか、まあ、元は歴史を遡って八号とかね、まあ、そんなような感じとか、渋谷のね、昔の街並みがまあ壁紙になってるとか、まあ、そんな感じのことがね、ちょっとイメージされるかなっていうふうに思いますけどね、ちょっと本当にね、 楽しみです。はい。はい。で、この下はね、ホテルインディゴ東京渋谷、2020年に開業したホテルインディゴ箱根ゴーラ、今週に開業したホテルインディゴ軽井沢ホテルインディゴ犬山、裏久園に続き、国内4軒目のホテルインディゴブランドホテルとして誕生いたします。世界各地には開業予定を含め254軒を展開するホテルインディゴ。その街の個性とその地ならではの歴史やカルチャーをホテルのデザインやアートのほか、ストリーテラーなサービスなど、ホテル体験を通して土地にあるネイバーフッドストーリーをゲストにお届けするライフスタイルブティックブランドで、 ございますとなので結構ねこういうコンセプトハマってて結構いいんですよねでこちらのね今回計画のホテルの中には全272室の客室13階から28階のほか屋外テラスのあるまあ仮称でねネイバーフットカフェバーフィットネスジムなどの施設を予定しており上層階を占める客室からは晴れた日には富士山や東京スカイツリーなどパノラマビューの絶景を望むことができます また渋谷の街の新たな回遊ルートの1つとなる3階のエントランス付近には、イートインテイクアウトが可能なコーヒーショップも併設する予定ですということになっております。はい、でここにも、ね、施設概要の URL とかありますけど、こちらの方がドドンと出てまして、2023年9月オープン予定、道玄坂通りということで、まあ、こんな感じの、ね、複合施設となっています。イメージはね、なんかいい感じですね。はい。 東京発 IHG ホテルリゾーツがホテルインディゴ東京渋谷が開業予定ということでございましてまあ、アバウトとかね、こんな内容があります。先ほどね、読み上げた内容が同じように入っております。まあ、動画などもね、見ていただくことができますけれども、概要欄の方に URL 貼っておきますので、あの、よかったらね、そちらの方をぜひ飛んでいただいてご自身でね、チェックしていただければなというふうに思います。まあ、こんな複合施設でありながら道を切り開く。 こんな富、ね、豪施設でありながら道を切り開くという特徴を名前に込めストリート名通りを、ね、表現しましたロゴカラーは渋藍色と名付け江戸っ子に愛された藍色に渋みのある能力色を含んだ火星色を採用し粋で凛とした気品を持つ渋谷の人々に思いを馳せていますという感じですねまだロゴがどれかっていうのは今にぴんときてないですからね、まあ、入居のテナントに関する、ねえー、お問い合わせとかまだこれ,、ね、これから募集っていう感じなんでしょうかね えー、オフィスエリアだってどんな会社さんが入るんでしょうかね。IT 系なんでしょうかね。はい。でね、気になる、ここですね。ホテルに関するお問い合わせなどもありますけど、ここを開くとどこになるんでしょうかね。ああこういう感じでお問い合わせになるんですね。なるほど。もう完全にお問い合わせフォームで、個別に返信が来るという感じです。まあ、これはどちらかというとメディア向けっていう感じですね。はい。こんな感じの、はい。建物になってますと。 ショップが1、2階、オフィスが2階から10階、そんなに、ね、高くないんですよねで。11階部分にテラスがあって、えー、それ以上の上がす、ね、べてホテルという感じになっています。まあ、なので、ね、ここに緑地を持ってきているという感じなんでしょうかね。はい、所在地が東京都渋谷区道玄坂2丁目1番6号。これが、ね、メインの住居表示になるかなと思います。事業主さんは、えー、株式会社パンパシフィックインターナショナルホールディングス、有限会社カブトビル。 株式会社サンエトワールという形になってますね。で開業日は2023年9月の予定で、春工は2023年のもう来春3月には、春工する予定となってます。ちょっと、ね、現地のイメージ、あまり、ね、渋谷は降り立たないので、ちょっと確認してみたいなと思いますね。で建物の高さ114.8メートル、最高118.7メートルというふうになってます。使用用途は店店、舗、飲食店事務所、ホテル、駐駐車場、駐輪場。輪 敷地,地面積が5897.39平米、1783坪。伸び床面積が4万1876.6平方メートルで、1万2667坪となってますという感じですね。はい。非常に、これはね、また、ますます気になるところでございます。はい、えー。立地としましたね、この文化村通りとかね。はい。ここもだいぶね、生まれ変わるんじゃないですかね。109の先のね、ここら辺です。はい。 まあ、立地なんかも非常にね、アクセス良さそうですし、うん、イメージが。ね、ここら辺すごいお店もありますし、どんな感じになるんでしょうかね。すごくね、ゴミゴミっとするのか、ちょっと後ろに引いてですね、あの、空地があって、人がね、人流が多くなったとしても問題なく作られているのか。まあ、多分ね、新しい建物なんでそうなってくるんじゃないかなと思いますけど、非常にね、気になるところでございます。はい、いかがでしたでしょうか。まだね、 ホテルインディゴ東京渋谷さんの中のね内装だったりとかっていうのはもうごく一部しか出てなくてですね、どんな感じのね、施設、設備が入るのかっていうのもまだちょっとわからない状況ですけれども、もう意外とね、あっという間、もうちょうど来年っていう感じになりますので、まあ、引き続きですね、情報をウォッチしながらですね、まあ、追加の情報等があれば、建物が竣工して以降になるんでしょうかね。 2023年3月以降に、えー、アップデートがあるかもしれませんけど、引き続きね、中、え、止、ー、していって、えー、追加の情報があればですね、また皆様にお届けできればなというふうに思います。まあやっぱりね、IHG 系のホテルもっとね、増えてくれると非常にね、嬉しいなというふうに思いますので、本当にね、これは嬉しいニュースだなというふうに思います。ということでですね、まあ今回はね、こちらのホテルインディゴ東京渋谷さんのね、開業のプレスリリースがありましたんで、急遽ね、動画を撮らせていただきました。いかがでしたでしょうか 今回の動画に関しましてはこちらで以上とねさせていただきたいと思いますこの動画がためになった参考になった面白かったよという方はぜひ高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただければ幸いです概要欄下の方に私ツイッターラインインスタグラムやってまして URL の方を貼ってありますのでぜひね合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします私の動画の方では冒頭申し上げた通りホテルの宿泊レビューであったりとか航空機の搭乗レビュー旅に関する有益な情報等を発信させていただいております情報のお見逃しがないようにぜひチャンネル登録と ベルマークの通知ボタンを押していただいて次回の動画もね、チェックしていただけると嬉しいです。ということでね、また次回次の動画でお会いしましょう。